掃除当番で遅くなってしまった。姉さん、ちょっと離れてよ。いいじゃん。うん、もうこんなパンパンにしてお姉ちゃんが口でしようか。あ、そこは握っちゃダメ。そうそう、爪は立てずに軽くつまんで。あの兄弟、物質で何を。あんたら何やってんだ。お、わあ、助手、今咲ちゃんたちに風船の作り方見せてもらってて。ですよね。じゃあ犬からやっちゃおう。コツはためらいなくひねることかな。もう手疲れた。今日がこの辺で。そこで止めるのはやめておいた方が。なるほど、賢い。全然賢くない。失敗しない先輩。助手、聞いて驚かないでね。急になんすか。今日先輩は絶対にマジックに失敗しない方法を発見しました。それでは1分お待ちください。あ、カーテン閉めて。もう開けますよ先輩。いない、なぜ。マジック成功。負けない先輩。普通のコーラじゃないぞ。中身が凍り始めた。これはカレー客の現象を利用したものだ。助手の声。では実験開始。思ったより重い。あ、危ない。大丈夫ですか。そういうことなの。え、先輩どういうこと。では行きます。企画外だこれ。